議長。吉浦秀明君。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。会派清流の吉浦でございます。令和の時代が始まりまして、初めての定例会で発言できるこのご縁をいただいたことに感謝申し上げ、通告に従いまして会派清流の代表質問をさせていただきます。はじめに、第7次小矢部市総合計画では、将来像を未来へつなぐ幸せあふれるまちづくりと掲げ、人口減少問題を最優先させるということで、今年度より定住支援課を設置され、事業に取り組んでおられます。2028年目標として28,200人を掲げていますが、今後人口減少問題についてどのように取り組んでいくのか、この目標を具体的にどのように達成していくのかが、これからの最大の課題であると思っております。現状では令和の幕開けとともに、市内の人口が富山県内の市として初めて3万人を割り、6月1日現在で29,924人となっております。3万人にこだわっていないが、一定の人口規模は必要であると思われます。また高齢化率は 34.2% と高くなっておりますし、若年層の人口流出になかなか歯止めがかからず、特に20代、30代の女性の転出超過とともに、女性1人が生涯に産む子どもの推定人数を示す合計特殊出生率については、国 1.42、県 1.52 と、前年に比べて低下している状況があり、子どもの出生数も減少傾向となっております。小矢部市においても、近年は160人から200人となっている状況でもあります。総合計画では、移住・定住の促進、結婚支援の推進、妊娠・出産・子育て支援の充実の3つの政策を挙げるとともに、人口対策に重点を置き、4つのプロジェクトを掲げているところでもあります。本定例会での市長の提案理由説明では、今後10年間となる第7次小矢部市総合計画が、本年4月からスタートし、5月1日からは新しい時代、令和が始まりました。総合計画と令和のスタートが同じとなったことについては、大変喜ばしいことであると思っております。新しい時代、令和にふさわしい、素晴らしい年になるように、そして総合計画に掲げる魅力、安心、充実、幸せ小矢部を、より多くの市民の皆様が実感できるよう、しっかりと各種施策に取り組んでまいりたいとのことでありました。4月からは本庁舎1階に定住支援課を新設されました。これは東京一極集中による地方の人口減少は大きな問題となっており、本市においても若年層の人口流出になかなか歯止めがかからず、先ほど言いましたように、特に20代、30代の女性転出超過とともに、出生数も減少傾向となっております。総合計画では、人口対策を最重要課題として抱えており、定住支援課において、移住・定住の促進、結婚活動の支援をはじめとした各種施策を、しっかりと取り組んでまいりたいと考えている。また、総合計画に掲げる目標人数、目標人口、28,200人の達成のため、職員が一丸となって本市の住みよさや定住子育て支援をしっかりと PR し、一人でも多くの方が本市に住んでもらえるよう努めてまいりたいとの発言があったところでもあります。人口減少問題についてしっかりと取り組んでまいりたいとの考えは分かりましたが、定住支援課において移住・定住の促進や結婚活動の支援をはじめとした各種施策について、具体的にどのような施策でどんなふうに取り組むのか、また
目標をどのように達成していくのかにつきまして、まずはお尋ねをいたします。議会でも人口対策に取り組む先進地へですね、視察へ行っております。検討材料となればと思っておりますので、少しご紹介をさせていただきます。一つは、島根県益田市であります。UIターン施策を以前、小部氏と同様に移住してきて、住宅を建てたら50万円という、こういったような施策を行っていたが、ある一部の方からです。使えないとして、より多くの方に、一部の方しか使えないとし、より多くの方に使っていただけるような施策に変更してはどうか。成果も少しあるようでありました。また、UI ターン者交流会も年々参加者が増加しているとのこと。また、新卒者就労奨励金に対しては、まだまだ効果は、検証しながら、効果がまだまだ見えていない。どの施策も時限立法での実施であったことから、絶えず費用対効果を検証しながら実施していくことが大切であると感じてまいりました。合わせまして、小さな拠点づくりでは、地域の総意を反映した新たな仕組みづくりで、地域活性化と魅力化で定住促進の効果を作る目的である、小部ではない取り組みでありました。地域振興とコミュニティ推進、そして一律的な行政サービスではなく、各地域のニーズに即した取り組みであり、まさに市民が一体となって考える組織づくりで、参考となる部分が大変多いのではないかと感じたところでもあります。ただ、若い人にはこのような事業を受け入れられるかは不明であり、どのように理解して活動してもらうかを十分検討していくことが必要じゃないかなというふうにも感じてきたわけであります。二つ目の場所であります、島根県、津和野町であります。こちらは中山間地域で定住に、対して定住推進住宅整備を行っており、家賃収入を得ながら、なんと25年経てば譲渡可能である。絶えず募集が詰まっている。空き家バンクの登録、入居は成果が上がっている状況。また、新規就農者への手厚い助成は成果を上げており、町の8割が山林であることから、林業就業への支援も積極的に行っておりました。中山間地域の過疎での定住へのきめ細かな取り組みは、参考にすべき点が多かったように感じております。また、人材を外部から集め、育成し、定住につなげる方法は、地域の課題解決と人口減少の歯止めの2つの利点があると思います。小部市においても、地域課題の解決と食や移住をセットした施策づくり、対象を絞っての定住施策を展開することも必要ではないかなと感じたところでもあります。次に、栃木県、栃木市でございます。ここは宝島社住みたい田舎ベストランキング、なんと1位となる栃木市 での空き家対策の概要を聞いてまいりました。現状では空き家率が 30.2% となる予測、空き家予備群の住宅が多い、空き家の適正管理だけでなく、利活用を空き家の相談内容の把握など、しっかりと現状把握されておりました。対策としては、自治会と連携した空き家対策、空き家バンク制度、空き家解体費、助成制度、空き家等の適正管理に関する協定、空き家を活用した移住促進事業、これは体験施設であります。住宅取得補助事業など、工夫された内容でありました。中でも空き家バンクのホームページが充実しておりまして、登録物件のキャッチコピーもなかなかの内容でありました。今後の課題として、人口減少、超高齢化社会の将来による空き家の発生をどのように解決、抑制することができるか、財政縮減の中、持続可能な
空き家対策、移住定住促進をどのように行うか、空き家対策と移住定住促進の事業連携強化によるよりさらなる地域活性の向上を目指すなど、小矢部と同じような課題を抱えている状況でもあったと思います。小矢部市でもホームページなどを通じて情報伝達をしっかりできるように取り組めばいいのかなと、こんなふうに感じて帰ってきたところでもあります。今ほど3つ紹介させていただきましたが、定住人口を増やすにはここに住まなければ得られないと思わせる利点を作り出し、それを訴えることで実施できるのではないかと思っております。小矢部でもここに住まなければ得られないという利点を発信してほしいと思っておりますが、この具体的に何かありますでしょうか、お尋ねをいたします。またアウトレットで働く1100人調査の中で、市外から通う900人に調査する、その3割が小矢部に住みたいと回答していると聞きました。若い世代が住みたくなるようなおしゃれでセキュリティがしっかりしている住宅がないことではないかと思われます。小矢部市としては住宅を整備する時代ではないですし、民間の集合住宅への投資を促していきたいと考えていると思っております。しかしながら住宅整備などに対する施策について今後検討をしていく必要になってくると思われます。どのように考えておられるのかお尋ねいたします。次にふるさと納税の取り組みについてお尋ねをいたします。ふるさと納税制度は人口減少が深刻化する中で、地域資源を最大限に活用し地域経済を再生させていく上で重要な役割を果たす制度であると考えております。都の答弁を平成30年12月定例会で聞いております。取り組み内容としては、29年度は39品目だった返礼品を12月1日現在で53品目まで増やしている。今後は市内から広く返礼品の提供事業者の公募を行うなどとして、さらに品数を増やしていく予定であります。また制度の活用については、小矢部市出身者協会等を通じて市出身者への声かけを行っており、一定の効果が見られております。昨年本市に寄付していただいた方に対しましても、寄付金の用途を明確にするため事業経過をお知らせするなどして、引き続き本市に思いを寄せていただくために、そのような取り組みも行っているところでございますとの答弁がありました。令和元年に入り、さらなる取り組みとしてメルヘン牛関連が充実、味噌や醤油、お菓子など商品を追加し、小矢部市の魅力を多面的に伝える取り組みをスタートしたところでありますが、具体的には寄付金の区分の変更なども含めてどのような取り組みとなったのでしょうか、お尋ねいたします。また関係人口とのつながりを持つという観点につきましては、本市といたしましても大切なことと認識しております。ふるさとへの貢献の表れの一つである、ふるさとと納税をしていただくきっかけとなった理由においても、親族の出身地で、あったという理由が多く、寄せられております。本市に関心を寄せていただいている方々や貢献したいと思っている方々と継続的につながりを持つことができるように、さまざまな機会を提供することは今後の市政運営の中でも大切だと考えておりますと平成30年12月定例会で答弁がありました。小矢部市ではぜひ県外在住の小矢部出身者などの関係人口との継続的なつながりを持つことで移住定住促進につながると考えていることが
考えることができると思っております。市当局の考えやどんな取り組み方について、どのような取り組みか、どんな取り組みをしたのかについて改めてお聞かせをいただきたいと思っております。最後の質問になりますが、高齢者に対する交通対策についてお尋ねをいたします。最近高齢ドライバーによる悲惨な事故が発生しているとのニュースが流れてきました。県内でも近年高齢者が関係する死亡事故が多く発生している状況であると聞いております。これは公共交通網が不便な地域でもあることか、あることなのかなと思われますが、現実には小矢部市でも高齢者の運転で怖い思いをしたことが多々ありました。例えば右にウインカーを上げていながらも左に曲がるとか、急に止まるとか、道の真ん中で急に速度を落とすとか、また90近くになると判断が遅く一旦停止を確認もせず進むところを注意したら、いつもこんなもんやから大丈夫といったような対応があります。かなり怖いのではないかなと思います。それでも車というものは必要不可欠かと思われます。なんとかこの状況を解決したいものです。このような状況での運転免許の自主返納、返納した人が家から出なくなると聞いた、車の代わりに自転車に乗ったら転んで骨折した返納した年は2万円のタクシー券、タクシー補助券等々、メルバス無料券も配られているが、1年だけで2年目からは何もない。もう少し充実することが必要だと、課題もあるのではないかと思います。また買い物難民、病院難民、高齢者はメルバスの停留所まで行けない状況もあります。このような状況についてどのように思われておりますか。解決策の一つとしては、例えば高岡市尾瀬地区のコミュニティバス、氷見市八代地区のコミュニティバス等の運営をしているところもあります。また柏市では東大オンデマンドタクシーシステムを導入して、やっておられます。合わせまして、これも我々視察行ってきました。岐阜県垂井町バス運行事業を見てまいりました。毎時同じ時刻に発着していることがよく分かりやすく、便数も多いでした。乗用車を予備車として登録がなされていることのコスト削減があった。高齢者にターゲットを絞っての運行であったことから、利用しやすい満足度が高いバス運行となっていると感じました。また滋賀県甲賀市コミュニティバス運行事業でありますが、事業費が大きく、なんとか赤字を圧縮したいと考えているようでした。路線数も38と多く、特に旧水口町エリアのバス停が多く設けられていたことに驚きました。6路線を予約型交通に変更しての運行や、利用の少ない路線も変更を検討しておられました。まとめとして、利便性を追求しても事業費が膨らみ、利用者も伸びず、赤字が増えるだけである。適正なバス事業の答えはまだまだ出てきませんが、費用対効果を十分に勘案した形を検討する必要があると思う。また利用者の少ないエリアはタクシーを利用するという検討もありました。利用者のニーズを把握としては、朝晩は通勤通学用に、昼間は高齢者の病院や買い物用にと、対応を考えることが必要だと感じました。また民間事業とも話し合いをして路線を決定していく必要があると、こういったようなことも思いました。各地域にはいろんな取り組みの中で市民の足の確保に努めていると思われます。小矢部市においても
エリアタクシー利用するという検討や、通学用として小部発、例えば砺波市や南砺市、そして金沢市へのバスの乗り入れなども検討すべきではないでしょうか。小部市として今後高齢者を含めた公共交通対策などについてどのようにお考えになっているのかお尋ねをいたします。以上3項目について、回答をお願いいたします。市長桜井盛雄君。まずはじめに18日夜に発生をいたしました新潟県下越地方の地震災害で被災されました新潟県村上市をはじめ各市町村に対して心よりお見舞いを申し上げたいと思います。それでは吉浦議員によります会派清流の代表質問にお答えをさせていただきます。最初のご質問は人口減少問題について3点お尋ねでございますので順次お答えをいたします。まず1点目の具体的な施策の取り組み及び目標達成についてでございます。本定例会の提案理由説明でも申し上げましたとおり、東京一極集中による地方の人口減少は大きな問題であり、本市におきましても人口流出になかなか歯止めがかからず、特に20代、30代の転出超過とともに、出生数も減少傾向となっております。本年度から始まりました第7次総合計画におきましても、人口対策を最重要課題として捉えており、4月に本庁舎1階に設置をいたしました定住支援課において、移住定住の促進や結婚活動の支援をはじめとした各施策をしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。で、定住を促進する具体的な取り組みにつきましては、特に新婚世帯を支援していきたいという思いから、本年4月1日以降に住宅を取得した婚姻してから3年以内の新婚世帯に対する住宅取得助成金制度、これは上限50万円でありますけれども、これを新たに設けました。また昨年度まで実施をいたしておりました転入者に対する住宅取得助成金、これは上限100万円につきましては、対象者を転入から1年以内に住宅を取得した場合としていたものを、今度、転入から3年以内に住宅を取得した場合に助成することとし、助成対象となる期間を拡充をいたしたところであります。で、この拡充により、転入や結婚をきっかけとして、まず賃貸住宅等で賃貸住宅家賃助成を受けていただきながら、本市での住みよい暮らしを経験しつつ、住宅の取得を検討していただける体制が整ったものと考えております。また今年度、固定資産税、納税通知に合わせて、空き家等の登録により、売買を促す空き家空き地バンクの登録についての周知用チラシを同封いたしましたところ、4月以降、6月17日現在で20件の登録がございました。また登録いただきました物件について、市ホームページ等に掲載したところ、4件の売買につながっております。持ち家率の高い本市におきまして、有料な空き家を活用した定住促進も有効な方法と考えており、先ほどの転入や新婚世帯に対する住宅取得助成制度と合わせて、富山県宅地建物取引業協会及び連絡会などの関係機関と連携しながら、各種助成事業の推進により、定住人口を確保してまいりたいと考えております。で、そのほか、定住促進の取り組みといたしましては、今年度、富山大学と連携をし、大学生に市内事業所を知ってもらうことで、市内事業所への就職を促進するための事業所紹介ツアーを昨年度に引き続き9月に実施をする予定といたしております。さらに、本市への移住に関心を持っていただける移住検討者の方を、検討される方の希望する日程でご案内できるような体制を、
宅建協会及び連絡会のご協力を得て、実施をいたす予定といたしております。今後、これらの取り組みを積極的に推進していくとともに、毎年その効果を検証しながら、目標人口の達成に粘り強く努めてまいりたいと考えております。2点目は、ここに住まなければ得られないと思わせる利点についてのご質問でございます。まあ、議員からはいくつかの視察事例を紹介いただきましたが、まあ、ぜひ参考にもさせていただきたいと思っております。本市ではこれまでも高速道路が縦横にクロスする交通の要衝であること、そしてこのことにより進出されました北陸唯一のアウトレットモールがあること、金沢市にも富山市にも通勤・通学しやすい立地の良さや子育て環境の充実などを大きな魅力として発信してまいりました。また数値化しにくい、目に見えにくい強みとして、地域のつながりが強く、祭りや公民館活動などの地域文化を継承しながら、地域が子育てを応援する体制や、犯罪発生率が低い点も挙げられるかというふうに思っております。現在、本市では定住促進を目的としたシティプロモーション戦略プランの策定をいたしておりまして、本市の魅力の掘り起こしと、新たな情報発信について取り組んでいるところであります。で、このプランの策定経過では、有識者を招聘した勉強会や、ワーキンググループやワークショップを実施する予定といたしており、本市に住まなければ得られないと思わせる利点について、市内外の方々の視点やご意見をいただきながら、定住の視点からの本市の魅力をブラッシュアップしてまいりたいと考えております。3点目は、住宅整備等に対する施策について今後検討する考えはとのご質問でございます。議員ご指摘のとおり、全国的にもさまざまな自治体や住宅整備の方法を工夫し、定住人口の増加を目指しているところであり、本市においてもさまざまな住宅整備の方法を調査・研究をいたしているところであります。定住人口の増加のために、住宅整備と合わせ、総合的に定住人口増加策に取り組んでまいりたいと考えております。で、住宅整備につきましては、議員ご推察のとおり、現段階において、市が直接住宅整備を行う予定はございません。ご指摘のとおり、本市におきましては、若い人が住みたいと思うようなデザインが洗練され、セキュリティが充実する魅力と安全等を備えた賃貸住宅等が十分整備されているとは言い難い状況でございます。今後は公共施設再編に伴う新たな整備候補地が出てくることも想定されるわけでございます。魅力的な賃貸住宅等を本市の活性化につながる施設として、引き続き関係事業者等に整備を働きかけてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、第7次総合計画で掲げる目標人口2万8200人の達成のため、私も含め、職員が一丸となり取り組むことはもちろんでありますけれども、市民の皆様方にもご協力を賜り、本市の住みよさを磨き上げながら、定住・子育て施策をしっかりと推進し、一人でも多くの方が本市に住んでもらえるよう努力をしてまいりたいと考えております。ご質問の2点目は、ふるさと納税制度の取り組みについてのお尋ねでございます。まず、ふるさと納税の取り組みについてお答えをいたします。ふるさと納税につきましては、さらなる取り組みの一つとして、返礼品の拡充を図るため、今年2月に市内の生産者、それから事業者から広く返礼品を募集をしたところであります。返礼品として適切かどうか、町内関係課で組織をいたします、ふるさと親部応援寄付金返礼品選定委員会での審査の後、準備期間を経て、令和元年5月1日から返礼品をリニューアルし、リニューアル前は53品目でありました返礼品を100品目まで拡充をいたしたところであります。で、今回、返礼品を募集するにあたり、
併せて寄付金額の区分の見直しも行いまして、従来は1万円、3万円、7万円、15万円の4つの区分でございましたものを、新たに2万円、4万円、5万円、10万円の区分を増やし、全部で8区分まで細かく設定をいたしたところであります。で、その結果、事業者が提案する返礼品のバリエーションも増え、これまでは農業特産物を中心とした返礼品でありましたが、味噌や醤油、お菓子など、市内事業者が製造する商品も新たに加わり、幅広いラインナップで用意することができたところであります。また、稲葉メルヘン牛の関係の返礼品につきましても、これまではすき焼き、焼肉用の肉は3万円の寄付からしか申し込むことができませんでしたが、まあ、今回の見直しで2万円の寄付でも申し込むことが可能になりました。また、もう一つの取り組みといたしましては、今月から新たに楽天のポータルサイトでも寄付受付を開始をいたしたところであります。初めてふるさと納税をする人が楽天の利用者に多いというふうにお聞きをいたしておりましたので、これによりふるさと納税に馴染みのなかった方に対しても、本市の魅力を広く PR できることが期待されると思っております。次に関係人口との継続的なつながりを持つことについてお答えをさせていただきます。昨年度、本市にふるさと納税をしていただいた方の 37% は、市出身者や本市に親戚、知人がいるなど、本市と何らかのご縁がある方であった状況を踏まえますと、議員ご指摘のとおり、ふるさとに関心を持ち、ふるさとに対し、貢献したいという思いが強く感じられております。これらの方々とのご縁を大切にするため、今年度、ふるさと通信発信業務を開始しまして、SNS や紙媒体で定期的に本市の近況や寄付金の使い道の状況などをお知らせをいたし、継続的な関係につなげていきたいと考えております。地道でありますが、この継続的なつながりを大切にすることにより、ふるさとへの関心、ふるさとへの貢献といった思いから、生まれる移住、定住へのつながりを大いに期待をいたしているところであります。ご質問の3点目は、高齢者に対する交通対策についてのお尋ねでございます。で、ご指摘のとおり、高齢者が運転免許証を返納することは、生活が不便になることや、移動機能が低下することによる外出回数の減少等につながるため、なかなか免許証返納に踏み切れない高齢者もおいでになるところであります。で、こうした中、本市では、高齢者の運転免許証返納にかかるご不便を緩和するため、75歳以上の方に対し、市営バスを無償化したり、65歳から75歳未満の方への市営バス定期券の無料交付と合わせて2万円相当分のタクシー券、または開通のバスの回数券に対して助成する事業を取り組んでいるところであります。で、とりわけ市営バスは高齢者の安全な移動手段として、その役割はますます大きくなっていくものと考えております。平成30年11月には、いすり駅南北自由通路の開設に合わせまして、本市にこれまで寄せられた利用者をはじめ、自治会連合会、長寿会、および市民アンケートによる要望を受けて、現在保有をしている車両を効率的かつ効果的に運行できるよう、ダイヤと運行路線の見直しを行ったところであり、乗降者数は順調に増加をしていると思っております。で、今後は高齢者による運転免許を返納の運転免許証の返納が年々増加していくことが予想され、通院や買い物への移動手段の確保として、市営バス等の高齢者のニーズがさらに高まってくるものと考えております。この課題につきましても、視察の事例を紹介していただきました。引き続き利用者をはじめとする市民の皆さんに広くご意見をお聞きしながら、市営バス利用者の拡大に努めてまいりたいと考えております。次に高齢者を含めた公共交通
対策などについてお答えをいたします。で、本市では鉄道やバス、タクシーなどの市内の総合的な地域公共交通について定めた現行の小矢部市地域公共交通網形成計画が今年度をもって5年間の計画期間を終了することから、令和2年度から新たに5年間を計画期間といたします小矢部市地域公共交通網形成計画を本年度中に策定をすることといたしております。策定にあたりましては、有識者をはじめ民間事業者や市内団体の代表者、国および県などを委員とする小矢部市地域公共交通活性化協議会におきまして、これまでの小矢部市地域公共交通網形成計画を踏まえて、今日の地域公共交通を取り巻く環境の変化などを背景に、あいの風富山鉄道のいするぎ駅での車両の折り返し運転やオンデマンドバス、これは利用者の要求に応じて運行する携帯バスでありますけれども、そういったオンデマンドバスの導入を検討するとともに、市内と合わせて近隣自治体との持続可能な地域公共交通の在り方についても、しっかりと検討をしてまいりたいと考えているところであります。以上、吉浦議員によります会派整流の代表質問の答弁とさせていただきます。7番、吉浦秀明君。はい、今ほど答弁もいただきですね、丁寧な回答をいただいたのかなというふうに思っております。やっぱり大事な令和をスタートしてしばらく経っておりますが、やっぱり10年間7次を見ながら、7次の計画を見ながらしっかりと進めていく、すぐには解決できる内容ではないということも十分理解できるかなというふうに思っています。職員と一丸となって、そしてまた市民も携えながら、小矢部市をよくしようという、そういったような思いは、市長の思いは十分伝わったのかなというふうに思っています。そういったような中ですね、新聞等々にはいくつか記事も出ていたかなというふうに思っています。6月18日にも記事が出ていました。富山の進化論ということで、平成から令和へということで、いろんな意味での人口減に臨む体制が記載されていたように思います。やはりどこも同じことを考えているのかなと言いながら、ここにはですね、大事なことが書いてあります。少子化と若者流出が進む中、地域コミュニティをどう守り、新たな活力を生み出すか、こういったようなことが書いてありました。やっぱりこんなことが一番大事なんじゃないかなというふうに思っています。こんなような時代の中ですね、どんどんやっぱり変化していくというふうに思われます。しかしながら、その変化と同時に、市の政策等も変わっていくことも必要かなというふうに思っておりますが、変えてもいいところと、やはり変えてはいけないという大事なところは、多分根っこの部分はあるんじゃないかなというふうに思っています。そんなようなことをですね、真剣にまた考えながら、お互い、いい議論をし合い、やっぱりここに住んでよかったなという、こんなような思いでですね、小矢部市がさらなる発展していくことを願ってですね、私の代表質問に変えたいなというふうに思っております。令和最初の定例会で、ご質問できるご縁をいただき、感謝申し上げてですね、終了とさせていただきます。